障子駅は、大阪府大阪市生野区工事東2丁目にある、大阪市高速電気軌動線日前線の駅。駅番号は、S22。野田阪市駅ホームコンコースにある共同校が見える、覗き窓島式一面2線の地下駅。改札口は1カ所のみ。地上への出入り口はすべて、ホームから見て、鶴橋寄りに設けられている。1.2番出入り口付近は、 フリースペースとなっており、ベンチも設置。簡易ギャラリーも設けられている。駅に隣接して、新城山と川線の共同口が設置されており、改札内コンコースには共同口の構造がわかるよう、覗き窓が設置されている。当駅は日本橋関区駅に所属し、今里駅が管轄している。トイレはリニューアル済み。2020年11月10日の1日。 上降人員は7849人である。千日前線の駅では上降人員が最も少ない。これは当駅の東約600メートルのところに近鉄不正機が位置していることと関係している。駅周辺は住宅街と市街地が混在している。西側は比較的住宅が多いが東側を500メートルほど進んでいくと商店街、市街地に入る。 近鉄不正駅との乗り換え案内はないが、徒歩10分の距離である。ゆえに、不正駅周辺施設へも、当駅から利用できる場合がある。北側は東成区と近接している。最寄り停留所は地下鉄工事となる。以下の路線が乗り入れ、大阪シティバスにより運行されている。ありがとうございます。